4人組歌謡コラスグループ純烈の小田井涼平51位が年内でグループを卒業すると1日ファンクラブサイトで報告した。2018年の NHK 紅白歌合戦に初出場後、50歳になるタイミングでグループの活動を終了したい旨を事務所とメンバーに相談。準備を進めてきたが、メンバーの脱退やコロナ禍による公演延期の影響もあって、このタイミングでの発表になった。小田井はこの日夜、都内で会見。妻のリリコ、51位にも脱退を相談してきたようで、パパの人生はパパのものと背中を押されたという。小田井は、まだ2022年は長い時間が残されている。精一杯頑張って、夢の NHK 紅白歌合戦5年連続出場を目指して頑張ります、と意気込んだ。卒業後も所属事務所に残り、芸能活動を続けていく。